สิกสลามบราขบังนันีนินิมบโทราสคับปิรัมบันดาคามินนาฮีนาฮานาโมปัมปารามปัมปัมปัมปารามปารามปัมสมบัยและสัมปยุสรับสปะเครัมตัมเด็กค่ะこれ大きいはい、皆さんこんにちは。山口県の魚屋青山です。はい、今日は何をやるかというと、今からね、夏場の旬のこいつですね、赤エビ、これをねさばいて、さばき方と、あとね、いろんな料理、うちで惣菜の方でねやってる料理、どんなものがあるかということで、その料理を作って、後々ね従業員とみんなで一緒で食べてみたいと思います。じゃあやっていきます。まずこの赤エビなんですけどね、ちょっと下見てみましょうか。まず一番気をつけなければいけないのがね、もう皆さんご存知かと思いますけど、こちらの尻尾の中間ぐらいにあるトゲトゲですね。一番ね、出荷される前にもう漁師さんがね、ほぼほぼこう剣はもう一番鋭いトゲがありまして、それはね漁師さんがねもう切り落としてます。切り落としてなかったら、釣られた方とかね、あったらまずこの剣をね先に取ってください。ちょっとひっくり返しましょうね。見えにくいかな。ここにね小さな剣と、あと1本ここに本当はね大きなビュッと尖ったやつが出てるんですけど、これはねもうあっさり落として、でこの小さいやつもできれば、そんなにね刺さるような感じじゃないんですけど、それでもねチクッとなったらね大変なことになりますので、このトゲトゲはまず落としてください。はい、じゃあやってみたいと思います。まずですね、あと料理使うことを考えてですね、表面にやっぱり多少ないと苔とかねぬるぬるがありますんで、軽くでいいです。磨いて落としておいてください。全部がね全部取れませんのでね、本当に簡単に、もう個体によってはね本当赤っていうかね苔みたいなやつがついてるやつがありますんでね、よし、じゃあさばいていきたいと思います。まずですね、一番最初英単の、包丁入れるとこ、これもうやり方はねいろいろありますけど、この度私が紹介するということで、うちのやり方でやっていきたいと思いますんで、はい、まずね英単のここポコポコっと見れるとこ、これがねエラです。でエラの真ん中をさすってもらうと、ここにカクンとへこむとこがあります。骨があって、このへこむところをまず包丁1本横にポンって入れます。軽くですね、こういうような感じです。そして入れたらまっすぐ縦にお尻の穴のとこまでグッと包丁入れてしまいます。ここにねちょっと硬い硬い軟骨でも、ちょっと太めのやつがあるんですけど、これまでも切ってお尻の穴まで入れてください。こういう感じです。こうするとお腹が開いて中の内臓がもう全部見えますので、でこの内臓を取り出します。つながってるんだよね、ここに腸と胃袋にねつながってるとこがあるので、これを切ってしまえばもう全部ズボッと出ますので、あ、綺麗な肝ですね。まさに今こうこの身質を物語ってるような感じの綺麗な肝です。今日はね私も本当は食べたことないんですよ。だけどもう皆さんがね絶対美味しいよって言うんで、今日はこれもね実食してみたいと思います。レバ刺しで楽しみだね、はいかわくん。楽しみですこちらもね肝も今日は取っときます。じゃあね、残りの、胃袋とか腸ですね、こういったもろもろはもう切り離して捨てていきます。であとね、残った内臓も全てきれいにしてください。はい、こんな感じでお腹の中が空になりました。はい、じゃあここからね、包丁入れていきたいと思います。で今回ね、料理にしたいと思ってるのが、まず塩焼きですね。塩焼き、洗い、それから唐揚げ、煮付け、あとは着物、レバ刺しと5品、これ作っていきたいと思います。まあそれぞれね、用途に合わせた切り方していきますんで、まあとりあえずは大まかにばらします。じゃあやってみますね。まずこういう開いた、ここに背中の骨が見えます。これに沿って包丁を縦にずっと下までこういう感じで入れていきます。わかりますかね。で反対側もこの背骨に沿ってこういうふうに、だからこういうふうになりますね。3つに分かれます。分かりづらいですかね。こういうような感じですね。いきます。そして次に今度はここの先ほど言ったエラのとこですね。エラのちょっと外側、ちょっと外側を包丁でジコ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 っと、こういうような感じ。まああんまりギリギリ取るとね、エラがひっついてきてしまいますんで、後々またのけるのも面倒なんで、エラのちょっと外ですね。そして先ほど入れたとこからこういうふうな感じで切り離します。これで片身取れましたね。じゃあ反対側もね、こちらのエラのちょっと外、ここに包丁を入れていきます。まあ骨はあるんですけどね、軟骨ですからね、包丁で切れますんで切っていってください。はい、じゃあこんな感じで3つになりました。でこちらの頭ですけど、ここのね、これはまあ鼻の穴ですから、ここの上のとこ、ここも食べられますんで、ここも少しこういうような感じで取ったら切り取ります。はい、あとここですね、尻尾も食べるとこは結構あるんですけど、ただね、尻尾の場合は、まあ切り落としますね、尻尾も。この表面のところにトゲのこの並びのとこですね、ここにね、ちょっとね、石狩のような石があるんですよ。ガリ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 って、これ分かりますかね、音が。これがあるからね、食べる時にこれ歯に当たりますんで、もしこれをこうまで、まあしっかり目を通って食べたいっていうんであれば、ここはね、もう皮を剥いて、この石みたいなやつを取ってしまうと。こんな感じですね。これでもう一切ないですから、ぶつ切りにして煮付けとかねしていけば、それでも食べられます。結構身がありますんでね、尻尾のとこの身って結構美味しいんです。はい、じゃあこんな感じになりましたが、ここの真ん中、頭のとこですね、これはもう破棄します。ここはもう使いません。はい、じゃあこれをね、料理に合わせて取り分けていきたいと思います。まずですね、一番まあ用途があるっていうか使えるのが煮付け用ですね。お煮付け、平坦のお煮付けすると、この煮付けた後にこの煮こごりになります。ゼラチンがいっぱいありますんでね、これがめちゃめちゃうまいんですよね。だからまあ煮付け用が一番よく取れますので、面倒くさいとこは煮付け用に回したらいいと思います。はい、じゃあやっていきますね。まず鼻のとこですね、適当な一口ぐらいの大きさに切ります。こんな感じです。煮付けは皮がついとって大丈夫です。そのまんまやってます。こんな感じで先ほどの尻尾もですね、これもね、骨がめんどくさいっていう人はここからもう下ろしてしまったり、骨をねのけてしまうんですね。そしてこれを先ほどの大きさに合わせてぶつ切りにします。こんな感じですね。これも見つけます。そしてどんどん切っていきますね。まずここ後ろのそうですね、ここもね、取れば洗いとか刺身の方にはできるんですけど、正直言って面倒くさいんで、こちらも細切れにして煮付けに回していきます。そうですね。で反対側の身もこの辺ぐらいからもうドンとこんな感じですね。これも一口大に切り分けていきます。ちょっとねぬるぬるしてね危ないんで気をつけてくださいね。はい、いきます。あとそれとこの端っこですね、これ口が頭の方ですね。こっちも身が薄いんで切って、あ、滑るね。これも煮付けに回ってます。こっちも頭のところですね。このエイターがね6キロぐらいなんですよ。6キロ7キロ弱だったかな。まあ、あんまり大きいエイターじゃないんですけど、まあ、小さいとねやっぱトリムも少なくなりますけど、まあいろいろ用途はありますから。そして残ったこの胴の中のいいところですね。これをね柵取り123こうやってほど3つぐらいに分けたら感じがいいと思います。3つぐらいに柵取りしていきます。そういう感じですね。こういうような感じで、まあこの幅は自由でいいんですけど、まあ大体この一節ぐらいに分けてると後々さばきやすいですから、こういう感じで分けてください。もちろんね、エイタンの大きさによってこの取れる串はまた数が違ってきますけどね。まあ今日のエイタンでしたら3つぐらいでも十分ですね。こちらもはい、じゃあこういうふうに分かれました。そしてここで用途に合わせてまた磨いていくんですけど、まずですねとりあえずこのど真ん中の厚いとこ、これを一つ塩焼き用で回します。エイタンの塩焼きあんまり聞いたことないでしょ。めちゃめちゃうまいですよ。これは私は食べたことあります。これを塩焼きします。普通の魚のように。これをだから一つ置いときますね。残りこの真ん中の A とこ、これを、洗いに回します。これは洗い用に、あと皮をむいていきますね。はい、でこの残りはこちらも磨いて、唐揚げ用に回していきたいと思います。唐揚げもね皮がついたまんまでもおそらく大丈夫なんでしょうけど、まあ、仕上がり考えるとね、皮剥いてから唐揚げにした方がきれいに仕上がりますし食べやすいです。で今からねその皮剥きをやっていきたいと思います。じゃあね皮剥きなんですけど、まあとにかくぬるぬるするのでねやりにくいっていう、もう皮剥く自体はねそんなに難しいことじゃないんですけど、ぬるぬるしてるからねやりにくいっていうのがもうはっきりですね。じゃあやっていきます。考え方としてはね、まあ大きなヒラメの一部分と思ったらいいです。で、真ん中に骨があります。で、この真ん中の骨の上から、どちらからでもいいですよ、少しずつ包丁をいって真ん中の骨に沿いながら包丁を進めていって、こういうふうな感じで下ろしていきます。そして肝心なんがここですね。このまんま全部いって、あと皮を押さえながら剥いてもいいんですけど、とにかく滑るんですよね、ツルツルツル。だからこの大体3分の1のもう薄くなってる、ここまでで止めといて、このまんまひっくり返して包丁をここに当てます。分かりにくいかな。こうおろした身を下にして包丁をここに当てて、こういうふうに皮をむきます。そうするとこう持つとこができますんで、割と簡単に皮が引っ張れてむきやすくなります。ちょっとむいてみますね。先ほどこういうふうに入れてきたやつを切り離さないで、ここまでで、これをひっくり返して、この身のところに包丁を置いて、そこから今度は反対側に引っ張っていきます。ぐるぐるぐる、こんな感じですね。これで皮が取れました。で、剥き終わったらこの余った皮は外します。そして反対側です。反対側も骨の上のとこからじわっと骨をなぞりながら下ろしていきます。こういう感じです。そして薄くなった3分の1のところでやめとって、こうひっくり返します。ひっくり返したところに包丁を当てて、そこから引っ張りながら皮をむいていきます。そうですね。はい、こんな感じです。これで皮をむいてます。しっかりね、持つとこができる分だけ簡単にいきますんで。はい、じゃあもう一個やってみます。ちょっと太いかなっていうところは、この骨の上からこう入れていってください。やってみますね。上の方から骨をなぞりながらじわじわと抜いていきます。こういう感じですね。で、ひっくり返してこっちで持ちながら皮をこんな感じです。で、剥いた皮は先にもう取ってですね、邪魔になりますのでね。で、反対側です。で、ひっくり返してじゃあ残りもやっていきます、ね。じゃあね、こんな感じで取り分けることができました。はい、じゃあね、こちらで洗いと唐揚げ用と切っていきたいと思います。はい、こちらで英単の煮付けと塩焼き、あとレバーですね、レバー刺し、こちら試してみたいと思います。はい、それではね、英単の洗い作っていきたいと思います。先ほど磨いた身ですね。ちょっとね、こういう筋っぽいとこは歯に当たりますんで、しっかりのけとってください。はい、いきます。先ほどね、節取りしましたんで、このまんま切るとさすがに大きいんで、これをまあ2つぐらいですね、こういう感じです。筋っぽいとこは切り残って、このぐらいの感じですかね、通していきます。はい、で切っていくわけですけど、洗いにするとどうしてもね、こう例えばですね、一切れこう切りますよね。洗った時点でこれがね、だいたい大きさが、まあ極端に言えば倍ぐらいになります。だからね、最初からこう一口でこのぐらいあってもいいだろうっていうような切り方をすると、ものすごく大きくなってしまいますんで、また後から切らなければいけないような感じになりますんで、最初からもう小さめに切っとってください。そうすると洗った時に大きくなってちょうどいい大きさになります。少し小さめかなっていうぐらいが一番いいですね。じゃあ切っていきますね。よいきてますね。まだビクビク動いてます。まあ魚もそうですけどね、エタンもやっぱりね、鮮度のいい時がやっぱいいんでね、できるだけ鮮度がいいうちにさばいていってください。はい、じゃあこちらをね、今から洗っていきたいと思います。はい、それではね、英単洗っていきたいと思います。まあ以前にね、カレイの洗いもやったんですけど、同じような要領ですね。はい、ここに一気に冷やします。いいですね、涼しそうで冷やいし手がはい、これでね、ちょっと 2,3 分しっかり冷やします。はい、じゃあこちらで英単の洗いですね。今水からあげました。まあ見てもらう分かりにくいですかね、大きさっていうのがかなりね、小さく切ったつもりが結構ね、ちょうどいい一口大、普通にタイヤラのお刺身と同じぐらいの大きさに大きくなってます。あっさりしてね、暑い夏にはもうぴったりです。じゃあこれもね、後ほど盛り付けて実食してみたいと思います。間違いないけどね。はい、じゃあ次にね、こちらの肝ですね。はい、こちらでね、レバ刺し作っていきたいと思います。チャレンジしてみたいと思います。はい、では次にね、こちら唐揚げ用ですね。まあこちら唐揚げ用ですからね、これはもう本当に一口大、食べやすい大きさに切っていけばもういいと思います。これはもう切り方は自由ですね。もうこういうのであればぶっちゃけこういう感じですね。こういう感じに切れば食べやすいと思います。はい、じゃあこんな感じでこれを唐揚げにしていきたいと思います。はい、エイタンの唐揚げ完成です。かーうまそう。これねめちゃめちゃ売れるんですよ。うちでも大人気です。上の人好きですね。プルプル。はい、じゃあ焼いていきます。楽しみやね。プルン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 。用意きてますね。エイタンの塩焼き完成です。うまそうね。見た目グロテスクやけどこれがね絶品なんですよ。うまい。はい、それでは料理完成しました。ちょっとね、料理長に無理言うてね、急いで昼休みに合わせて作ってもらいました。はい、じゃあね、ちょっと簡単に紹介していきますね。はい、まずこちらですね。エイタンの肝。生です。私初挑戦、はい、かーくんも初挑戦です。こちらですね。はい、はい、次。エイタンの洗いです。涼しげで。すいませんね、職場なもんでこうちょっとね飾りでもつければいいんですけど、まあ私たちのお昼ということでこのままいきます。はい、それからちょっとね見た目グロテスクですけどエイタンの塩焼き、これがねうまいんですよ。本当にねみんな想像できないかもしれませんけど、普通にね白身の焼き魚、うまい白身の焼き魚って感じですね。はい、それからこれはもううちの大人気定番商品ですね。エイタンの唐揚げ。これはねもうおろし身で作ってますんで骨は一切ないです。食べやすくなってます。もうあっさりあっさりうまいっていうか、やっぱねエイタンのスクワ味がこれ用意してます。うまいです。はい、それからこれねまだちょっと出来たてであったかいからね固まってないんですけど、エイタンの煮付けです。これがねこのまま冷えるといくと煮こごりになってきます。うまいですよ。甘辛く炊いて生姜とね、これ七味でちょっとピリッと味付けしてます。はい、それではね実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。よし、じゃあはいかーくん、まず肝いってみようか。初肝です。初肝です。生肝です。まだねさばく時にはビリビリ生きてたぐらい鮮度いいやつですからね、楽しみですね。皆さんがねうまいうまいって言うからねちょっと気になってね、まあ勝負してみようかと思いました。やってみます。初めての経験、はい、レバ刺しと同じように、ごま油と塩でこれでいきたいと思います。はい、じゃあはいかーくんどうぞ。食べられないんですか。いや食べるよ、食べるけどこう2人が一緒に箸こう出しちゃいけんじゃろう。やっぱはいかーくんから。はい、僕はちょっと行ってみますね。はい、いただきます。レバ刺しだよ。すすってみます。今食べられないよレバ刺し。どう？レバ刺しより柔らかいというか、口の中で溶けるんですけど臭みもなんもないですね。あ、そうなん。レバ刺しより食べやすいかもしれないですね。あ、そうなん。全然癖がない。匂いも何もない。匂いもないですよ。じゃあやってみて。俺もやってみてください。じゃあ私も勝負してみます。勝負ってほとんどもないんだよ。確かにね、まあ牛のレバー食べてるような雰囲気だけど、まだ牛よりも癖がないですね、全然。うん、まあ鮮度がいいから臭みがないっていうのは聞いてたんですけど、まあ本当に癖ないですね。全然食べやすいっていうか。ないですね。うん。そのエイタンの香りがするとかね、そういうのもないし、いや全然普通にうまいですよ。うまい。っていうかね、ほぼほぼ食感はね、柔らかいレバー食べてる感じだけど、味はねごま油の味しかでもだからまあ全然食べれるって言えば食べれますね。レバ刺しよ、ああこれのが、はい、レバ刺しが苦手な人はこっちの方が食べやすいかもしれないですね。本当に癖がないです。こんな感じなんだ。うまいね。うまいですよ、本当にごま油ですけど、うん、美味しい。今までポイ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 捨ててたんですけどね、うまいね。ああちょっとビールでも欲しいね。ちょっと欲しいですね。はい、じゃあ次行きましょう。では次は洗い食べてみますね。もう王道ですね、冷淡の洗い。こんなね、分かりますか、ちっちゃく切ったのがねこんな大きくなってるんですよ。だからね相当気使って小さめに切った方が食べやすいと思います。これはねこっちの方じゃもうこれも王道のからし酢味噌ですね。これで洗いをかけます。うん、うまい。いやいまあ夏はこれに限りますね。歯応えもいいし、うん、うまっ。この食感ですね。安定のうまさですね。うまい、うまい、爽やか、すごい爽やかね。これもビールかチューハイかやね。そうですね。うまい、うまい。こうやって改めて食うとねやっぱうまいですよね。普段なんかもうなんか赤い絵かって感じでね、もうあんまり見向きもしないですけどね。いざこうやってしっかり料理して食べてみるとやっぱ改めて美味しさがよくわかりますね。はい、じゃあどんどんいきましょう。はい、次塩焼き。塩焼きですか。このちょっと見た目にグロテスクですけどこれうまいですよ。ハイカーがまだ食べたことないですね。僕は食べたことないです。はい、じゃあハイカー君先にいいですか。はい、やってください。はい、となります。塩焼きです。肉厚だよ。すごいですね。時間かけてね、ゆっくり焼きましたんで。じゃあこれを。はい。普通に焼き魚みたいな感じです。うん？どうよ。うまい。うまいだろ。うまい。塩して焼いただけだよこれ。何これだ、冷淡で塩焼きするとうまいんですよこれ。本当にうまい。ただねこの例えば料理屋さんが出すにしてもね、見た目的にねちょっとこうビジュアル的にどうかなっていうところがあるからねあまりやらないんですけど、本当に冷淡の塩焼きってうまいですよ。でなんか癖ないじゃろ。でも癖になりそうですねこれ。癖になりそう。本当おいしい。うまいですよこれ。でね、肉厚で、まあ、なかなか火が通りにくいんですけどゆっくり焼いて最後にねとどめで電子レンジで2分か3分ぐらいチンするともう完全に火が入りますんで、まあ焼くコツはゆっくり焼くことですね。美味しいです。しっかりした身の硬い白身ですね。うまいです。うまい。はい、はい、じゃあどんどんいきましょう。はい、王道の唐揚げ。もうね食べる前から言うことは決まっちゃうんですけどね。唐揚げいってみたいと思います、はい、もう骨がないんでねバクバク食えますんでね。でっかいのいきます。当然といえば当然やね。うまい。うちうまいっすら。うん、じゃあねこの唐揚げともう一つ下味をつけてね竜田揚げで出すこともあるんですよ。そちらもねまああんまりやらないんですけどやった時やっぱりよく出ますね。A さんの竜田揚げうまいですよ、はい、でもねまあそんなつけたりとかねめんどくさいことせんでももう唐揚げ粉でねバーッと揚げるのがもうこれがもうシンプルですと。うまいしこれこそビールよね。ビールね、もううまい。すごいうまいけど唐揚げもうまいですね。はい、はい、じゃあ最後になりました。はい、冷淡の煮付けですね。した。はい。はい。あ、すみません。食べていきたいと思います。はい。もう私もね、生まれて上で生まれてずっと上にいるわけですけど、もう小さい頃はね、よくおふくろがね、平潭のに行っておごりをね、よく作ってくれたのをね、思い出しますね。今日の味付けもね、ちょっとそのイメージを料理長に伝えて、生姜と一味と効かしてくれと、甘辛く炊いて生姜と、効かしてくれということで作ってもらいました。このヒレの先の部分なんですけどね、もう軟骨ですからね、煮付けでもこのまんま骨米食べられますんで、いってみたいと思います。じゃじゃん、いただきます。いただきます。ポリポリ、軟骨ですね。うまい、おいしい。この煮付けの時のこの生姜の香りたまらんよね、これは。ね、生姜ですね。うまい、うまい。骨も気にならないな。全然気にならない。ポリポリポリって感じです。もう柔らかいですね。まあ、中にはね、切り身にした部分でね、太い骨のあるとこもあったんですけど。もう腹からね、そこはね、煮るときに跳ねてしまえばね、間違ってガチってやるともしないですよね。もうヒレの縁の方はもう全部ぶつ切りにして、煮付けにしちゃったら、もう骨米食べられますね。美味しい。音ですね。うまい。美味しい。全部。うん。みんな美味しいね。入れば刺身。まあでも本当レバーは驚いたね。私も初めてでしたけど、はい、ここまで食べやすいもんとは思わないですね。でも全然臭みがないです。これがおそらく鮮度が悪くなるにつれ匂いがきつくなるか、アンモニア臭くなるかっていうような感じじゃないかなと思うんですけどね、もうこの今日みたいに鮮度にいい時だったらもう全然本当にもう嘘でも何でもないです。臭みも何にもないですね。何にもないですね。はい、美味しいです。普通に匂いのない牛レバーを食べてる感じです。美味しかったです。美味しかったです。はい、まあとりあえずね、長くなりますんで、はい、この辺で一旦終わりたいと思います。はい。英単が引っかかった。はい、はい、とりあえずね、はい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。まあ、あとゆっくり食べてみようや、はい、ご飯も欲しいね。塩焼きうまいやろ。もう抜群。まあ、歯を焼くために。包丁、普通に白身の魚の塩焼きみたい。あ、本当だ。何の魚か当ててみたらわからんかもしれんね。お腹すいたっちゃもん。それご飯いるじゃろ。いる。おいしい。さけちゃん、骨結局軟骨じゃけ結構増える。あ、大きいとこはあれやけど。おいしい。こういうヒレの先とかはね、そのまんま食える。ポリ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 。本当これお魚みたいなんです。魚面白い。エイも魚だよ。めっちゃ食いよるよ。はい、どうぞつまんで。女子会が始まる。中の方はね、塩がまだ染みてないからね。